県と奈良市は新型コロナウイルスについて新たに10人の感染が確認されたと発表しました県内の今年1月からの感染者の累計は450人になりました県と奈良市によりますと新たに感染が確認されたのは20代から70代までの男女合わせて10人です推定される感染経路については 家族からの感染が3人感染者との接触が2人大阪市内での飲食や勤務が2人調査中が3人でしたこのうち大淀町に住む20代の男子大学生はすでに感染が確認されている東京から帰省した神牧町の男子大学生を含め20人と今月12日野球をしていました野球の後には飲食もしていたといい この関連で合わせて5人の感染が確認されましたが、その他のメンバーは PCR 検査の結果、すべて陰性だったということです。また、奈良市の70代男性は基礎疾患があり、酸素投与が必要な中等症で、この男性以外の9人は軽症だということです。県内でで、は現在87人人がが入院中でそのうち3人が重症となっています。